高校野球が盛り上がる中、夏休みに入り中学生も熱戦を繰り広げています。部活動の集大成となる第61回県中学総体が今日から別府市や大分市などで始まりました。大会には初日の軟式野球と女子新体操を皮切りに全18競技で5600人が出場します。別府市の実相寺球場では日田市の北部中学と中津市の緑ヶ丘中学が開幕戦を戦い、3年間の努力の成果を発揮しようと全力でプレーしていました。県中学総体は今日から今月28日までで、団体競技の上位2チームが九州大会に進み全国を目指します。